どうも、ぶとうです。今回はですね、埼玉県の秩父にある、田の頭橋という場所に今いるんですけど、ここの近くに、灰吊り橋があるそうなので、今回はその灰吊り橋を見に来ました。情報によると、この下にこう川が流れてるんですけど、でこの田の頭橋の向こう側に、この森の先にあるそうなんですが、なんかしかもその吊り橋がどういう用途で作られたのかがよくわかんないんですよね。自分も灰吊り橋があるという情報だけしか入手してないので、旧道とかそういうわけではなさそうですね。とりあえずちょっとこの先へちょっと進んでみましょう。ついに現れました、赤い吊り橋ですね。しかし立ち入り禁止、危ない、近寄るなって書いてある。いやー、これはさすがに行けそうに、いやってか行けそうにないっていうか冗談抜きで危ねえなこれいやー、あそこなんか行けそうやんと思ったけど、骨組みしか残ってねえあそこ。はあ、予想以上に危険でしたね。向こう側どうなってるんだろうな。向こう側ちょっと行ってみましょう。反対側へと回ってきたのですが、こちらもやはり立ち入り禁止と書かれています。しっかり入り口から塞がれちゃってますね。いやー、しかし骨組みだけしか残ってなくて、こっち側も床板とかは全部剥がされてますね。いやー、渡ってみたかったなこれ。なんか一瞬なんすけど、この立ち入り禁止の下に毎日事故等ありましても一切の責任を負いませんこう書かれてるので、なんか自己責任でじゃあ行ってきますとは思ったんすけど、さすがにちょっとやめときましょう。しかも今日雨降ってるんでね、鉄骨の上が濡れてるっていうのもあるんで、ちょっと危ないんでやめときます。はい、まあちょっと外からだけにはなってしまったんですが、今回は、ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。